聞くと。それは覚えも知らないんですけど、いつ書いたんですかね。結構早いんじゃないですかね。それがちょっと
いろいろ、はい、いろいろあります。一つあります。刃物持ったのか、元ライブとかいろいろあります。あじゃあ、気の遠枠いきましょうか。何でしょうか。急に言って、今日、もう何言ってくれたらちゃんと買ってんだからさ、全く覚えてないもん。言ってくれてればさ、自分で言ったらちゃんとさ、コピーしたんだけどさ。きなこりを伝えても全部にね、マシリーやろ。前田先生。はい、前田と申します。吹きノートが好きで、今でもあの元木の党の細坪さんとか江脇さんとか、あとあの坂本さんもよくご存知の龍明さんとか、先生は三浦和夫さんとか、あと坂本さんも21日にね、はい、堀江淳君パーティー言われてるんだから35周年パーティーとかさ、淳君が来いって言ったら来るんだってさ、みんな辺ね、僕のだから官暦大学に来てたのがすごくいなかったんだから、デューが来て、リリーさんが来て、佐田君が来て、フリージュが来て、仲いいですね。はい、でそういう人たちのライブが今も帰ってます。で、佐田さんのライブが で、今日ですから、こうやって演奏していただけるのはちょっともう本当に夢みたいな感じなんですけど、夢です。はい、先生すごい落ち着いた方なんですけど、リフォの時すごい興奮気味でした。そうなんですか。いや、さすがに緊張すると思うんですけど、まあ、楽しんでやりたいと思いますので、お願いします。歌は弾かないの？はい、弾かないです。弾いてた時もあったんですけど、下手なんでね、やめました。ゆかくん、手伝っていきましょう。じゃあ、フリー友達手伝いを入れるようなことだったので、はい、細坪さんのソロの曲なんですが、急に言うと曲をやります。ゆっくり、これは坪君が、坪君見たことないから、俺一本じゃなかったステージで、はい、彼がトーンを見られて、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりってテンポすごいゆっくり、はい、感じで、最初から 3,2,4